Thank you.
話せな本性。話せな本性。いや、君か。翻訳席のおかげだ。今度はちゃんとわかるぞ。ほほ。少しはたくましくなったようじゃな。 どうじゃ？イバラートの旅は。メゲゾーさえ出てこなければ、すごく面白いけど。そんなに嫌うことはないじゃろう。ほうきで追い払うだけでは何も変わらんよ。でも、他にどうすれば？そうじゃな。メゲゾーに心を開いてごらん。ダメだよ。そんなことをしたら。
僕まで一緒にめげてしまう。めげぞうはな、自分の心を映す鏡のようなものなのじゃ。本当の自分とでも言うべき姿が見えてしまう。あれが本当の僕？さあ急ぐのじゃ、ラピュタの羽化が近づいておる。急ぐのじゃ。おお、そうか。これをお使い。
の屋敷だ。行ってみよう。もう来ていたのね。遅くなってごめんなさい。タカツングの奴らを巻くのに手間取っちまってな。危険だわ。ラピュタの卵がひどく不安定なの。一刻も早く羽化させてあげないと。ラピスラズリはこの先の古代のエアポートにあるはずよ。わかった、取ってくるよ。気をつけてね。で、エアシップの調子はどうだい？そうだ、エネルギーも探さなきゃ。そんなことだろうと思って、ほらこれを使いな。ありがとう。じゃあ行ってくるよ。エアポートに向かっています。ラピスラズリを手に入れるつもりか。そうはさせんぞ小僧め。Thank you.
小僧、貴様の勇気には感心した。これをやろう。何かの役に立つだろう。今日のところは貴様に免じて引き上げてやる。だがな、負けたわけではないからな。メゲゾウは君の心を映しているのじゃ。心を開いてごらん。
あれが抜け殻？ああ、そうさ。大丈夫。時空の溝もできてる。お別れだね。いいえ。またいつか会えるわよ。
ラピュタの抜け殻の力は僕が思っていたよりはるかに強かった。僕の植物を救っただけではなく、この世界すべての緑を蘇らせた。
知り合い。